内山老子提唱消防言動マカハンニャハラミツ第1回消防言動マカハンニャハラミツ観自在菩薩の行人ハンニャハラミッタジは渾身の正見御恩開空なり御恩は四季十相行四季なり五枚の般若なり正見これ般若なりこの終始の開演現状するにいわく四季即是空なり空即是四季なり四季是四季なり空即空なり百相なり万相なり般若波羅蜜十二枚これ十二入なりまた十八枚の般若あり現に微絶真に四季昇降未速報および現に微絶真に四季等なりまた四枚の般若あり九州滅道なりまた六枚の般若あり不正常界安忍精進浄土般若なりまた一枚の般若波羅蜜二根現状せりあのくたら三脈三菩提なりまた般若波羅蜜三枚あり過去現在未来なりまた般若六枚あり治水花風空四季なりまた四枚の般若世の常に行わる妖獣座がなりまあそこまでこの道元禅師のあの証拠あのご文章はですねいつの場合でも一番初めに一番大事なことが出てくるって話いつもしますがねこの般若波羅蜜の巻はねこの本文が本文以前にですねこのまず大号が大号そのものがこれ全くその初っ端からね仏法の一番大切なことが出てくるんだからちょっと話しづらいとこがあるねあのまあ初めにちょっとこう軽い話をしておいてそれからあの重大な話が出てくるっていうとねこれはまあだんだん油が乗り切ってくるとこがあるけどあの初っ端からっていうと初めからねエンジンのかかってない人も出てくるわけでだからその点ねこのここの場合ね題名そのものが題名そのものの一番初めから仏法として一番大切なところが出てくるんだからエンジンのかかってない人はあらかじめまずよくエンジンかけてからその聞いていただくようにしあのお願いするわけですよね。それっていうのがこのマカハンニャハラミツってこのマカっていうだけでねこれ仏法の全体運だこれ、大乗起信論でもねまああのこういう来る人は私より勉強してる人が随分いるんだからねだからまあ大乗起信論の話もちょっと持ち出しちゃうけれど大乗起信論に初めにね魔化炎とは総じて特に二種あるって魔化炎ですよねこのやっぱり魔化炎っていうのはそのあれだ、魔化炎っていうんで大乗ですよね大乗仏教なんかの大乗っていうのと同じ大乗魔化炎っていうところがその魔化炎っていうのはどういうのかっていうと総じて特に二種あるって一つには法それから二つには義って言ってね法っていうのと義っていうの意味があるっていうことから始まるんですかね。この大体マカっていうのは普通日常語でも言うけれどマカ不思議って言うでしょ
あの馬が。それで、なんだか、随分不思議なことっていうことは、馬が、馬が不思議っていう。要するに、ボンゴで、大、大きいっていう意味なんですね。それで、大きいっていう意味だけじゃなくて、大、多、お、たくさんっていう意味もある。それから、小、優れてる意味もある。大多小という意味があるから、訳せないんで、まあ、って言うんだって、まあ、普通言われてるけど、その、まかっていうね、決してね、形容詞じゃないんだ、このまかって。大きいって言うんだと形容詞でしょ。多いって言うんでも形容詞だ。優れてるって言っても形容詞だ。ところが今ね、仏法でもって、まかって言うとね、単なる形容詞じゃなくて、仏法そのものを言うんだから困るんだ。その、今大乗信論のまかえんって言うの、これで全部言うんだからね。で、それじゃあそのまかっていう、大っていうのはどういうことかっていうと、いつも私が話してからもう何遍も聞かれてる人がいるだ、いるわけだけど、この比較の話じゃないっていうのね。比較したらね、どれが大きいんだかどれが小さいんだか分かんなくなっちゃうっていう。飲みの金玉っては小さいもんだとか私は思うじゃない、普通ね。ところが飲みの金玉っていうのを一生懸命研究してる学者がいるとなると、そうすると飲みの金玉っていうのもそう小さいもんでないんだなと思う。あるいは飲みの金玉にたかってる陰菌みたいな、陰菌楽しみたいなものも、また細菌もいるんじゃないか。そうすると飲みの金玉ってなかなか広大無辺なもんなんだと、こういうことになってる。いわんやこれ、この頃はもう顕微鏡とか望遠鏡とかってね、あるから、その大小関係が本当に分かんない。大きいんだと、なんだこの頃の、アメリカの方の天文台っていうのかな、あれにはもう百数十億光年っていう、あのオブだからね、百数十億光年っていう、あの向こう側が見えるっていうあれが望遠鏡があるでしょ。百数十億ってどのくらいかなと思って、私はすぐ計算するときで、1光年っていうのは1、こう光の速さでザーッと走っていってたね、1年間走ったらどのくらいという長さなんですよ。その1光年を1センチにとってもいいんですよ。それで百数十億光年っていうとどのくらいっていうとね、地球をその何倍もこう回ったぐらいの長さ、 お月さんへ行く半分ぐらいの長さだ。そのぐらいだから百数十億光年というか向こうだ。そうすると随分長い、大きいっちゃそういう大きさがあるわけだね。それでそういうのから見ると我々人間っていうのは全く小さいんだなってね、無に等しい。でその無に等しい、しかしそういうこう宇宙の広大っていうね、そういう広大を生命体現して確かに大きいとこういうのは、この無に等しい俺の生命体験だからね、俺の生命体験がしなきゃそういう百数十億光年という大きさもないんだ。そうすると話が分かんなくなってるね。それで結局の話、本当に大きいって言ったら自己の生命体験を比較を絶してる、あらゆる大きなものも俺が生命体験するんだし、あらゆる小さいものも俺が生命体験するんだし、ところがそういう中には俺は住んでるんだしっていうのはね、そういうようなものなんですね。そういう比較を絶した自己の生命体験、こういう生命体験を我々は持って生まれてきて、そして死ぬ時にはその生命体験を持って死ぬんだからね、これが我々の
生き死にだ、 そういうものをね、法っていうんですね。今大乗金論でいう魔化炎の魔化炎っていうのは何かって、法だっていうね。それから法と義ってこういう二つには法と義っていうけど、この法っていうのは何かっていうとね、言うところの法とは主上心なんていうね。要するにみんな我々の生命体験の世界が、誰もがやってるこの俺の自己の生命体験する世界が法だ。真って言ってね、単なる仏教で真って言うと、それは普通に言う心理状態の真も言いますよ。だけれどこの生命って言った方が当たってる場合が多い。この場合もそうだ。根本的な生命だ。それで私がそういうのを訳してる。これはだから主上心ですよね。あるいはこれ、一心とも言うけれど、これはいわゆる人一切生命だ。あらゆるものを私が体験するとともにあるんだね。だから人一切事故でもある。このもの、私がもうあらゆるものの根本は俺が生きてるっていうことだっていうことね。それなんですね。それが実物だ。そしてだから言うところの法とは、いわく主上心なり、この心はすなわち一切世間出世間の法を接すと、そういう、これは大乗金論ですよ。一切世間出世間の法をだから、あらゆるものですね。だから法っていう、法と一心、法とか一心とかっていうね、これが仏法でもある。普通の考え方と、あるいは西洋的な考え方、あるいは学問的考え、科学的考え方と、全く違うんだからね、仏法の話は。で、あらゆる全てをひっくるめた。だからね、全てをひっくるめて、あらゆる比較を絶したっていうものがマカ。そういう生命の実物ですね。だからこのマカっていうのはね、この前話した弁道話の一番初めの冒頭の文章に、諸仏如来共に妙法を探伝して、阿耨久菩提を称するに最上無為の妙術あり、これただ仏に授けて横島なることなきは、すなわち自由三昧その標準ないとあったんですね。一番初めその妙法だ、この諸仏如来共に妙法を探伝してね、この妙法です。今弁道法、弁道話の巻では妙法って出てきた。ここでは魔化っていう言葉で出てくるね。それで今大乗金論の話もちょっとついでにしますと、その法っていう生命の実物ですね。これが法だ、生命の実物。それに対して義っていうのはね、意味っていうようなもんでしょ。それはね、その
一切諸仏本諸行のゆえん、一切の仏さんはね、このマカミに乗っかっていると、こういうんで、本諸行、一切諸仏本諸行のゆえん、一切の仏さんはね、このマカに乗っかってるって言うんです。それで大乗って言うんですね。それからまた、一切の菩薩は皆この法に乗じて、この法に乗っかって、そして如来地に至るがゆえにっていうのがね、この大の意味だ、義だ。それで大層言うっていう話が大新聞には出てくるんですね。これは今ここではどうかっていうと、マカっていうね、それに対してハンニャっていうのがね、マカハンニャって、これ大がマカがこう活動するのがハンニャ。それからの今言った弁道話の巻では、諸仏如来共に名望を鍛錬して、阿耨菩提を称するに最上無為の妙術あり、この妙術だ、要するに座禅だね。座禅がその名望を本当にその鍛錬して、そのものになるというね、それとしては座禅だというのは、妙術座禅がそう言ってんだね。だから仏教の話は結局みんな同じなんですよ。仏教の話っていうのはそんなにね、難しいもんじゃないんだ、話そのものとして。ただその話、仏教のその仏法っていうね、法だ、今言う仏法、それから一心とかっていうね、その言葉そのものが一体どれなのか、どういうことなのかって自分に当てはめてですね、そのはっきりしてこないから、それで難しくなる。あれでも本当は何でもかんでも仏教の話はたった一つのことを言ってる。今魔化炎という大乗というね話もそうだった、それから弁道話の巻の話もそうだった、今ここで言う魔化般若の巻もそうだったってことね。つまり仏教の話はいつでもこの大魔化ですね、あるいは一心名簿、そういうものをですね、根本にして、その活動の話、要するに般若、あるいは大乗、あるいは自重三昧という、そういうような話をする。で、まずこう、マカっていうのは、そういうことだっていう、あれしてですね、一応分かって、そして、本当に座禅して、このマカハンニャが働き出さなきゃいけないということです。ところがね、日本仏教っていうのはね、こういう何ていうか、今言う法とか名望とか修行心とか一心とかっていうね、そういう概念が全くその訳されないんで、そういう言葉として、いわば缶詰の概念、仏教用語だね、仏教用語、概念として、いわば缶詰みたいな、これは法っていうか、これは法っていう缶詰、これは一心っていう缶詰という、そういうような缶詰状態でね、それでその缶詰をあっち持ってったりこっち持ってったりって、ね、片付けてるのが仏教っていう、仏教学っていうもんでしょうね、結局は。だからね、そういう缶詰ってやつはね、運搬と貯蔵には便利だ。事実日本っていう国には昔からのあれですね、仏教のお経とか、それから、いろんなものがですね、
まんま取ったからね、貯蔵にはよかった、よかった。それからまた運搬するのにもいい。しかしながら缶詰いくらね、ここ倉庫に積み上げてあったって、こっちはね腹が減ってそしてあの揚げて食わない限りは味は分からない、そして腹は膨れない、そういうのがあの日本っていう仏教の倉庫の状態だと思う。でその点私がまあいつも心がけてるのはね、そういうね日本の中にある仏教の缶詰ですね、これを一つずつこう開け、缶切りで開けて、そしてまず俺も食ってみて、あ、おいしい、どうぞ皆さんもつってそういうその開けて食う話ねがしたいわけだ。でそれでまあこの回も現代人として消防現像を味わう会っていうのは、味わう未読会っていうのはね、そういう意味なんだ。それで今まあざっとマカの話をしたわけなんだけれど、もうちょっと味わってみなくちゃダメなんですね本気になって、この一体どういうことか、そのマカいわゆる大ですね。でこれはね、今言ったように私の生命の実物そのものなんだけど、この生命の実物っていうものからこうもう一遍考えてみるとですね、普通の我々が普通見てる世界は実物っていうとこからこう考えるとどういうことか、早い話が我々ホギャーって生まれてきたわけだ。ホギャーって生まれてきてですね、でまああの1週間ぐらい経つとこう目がはっきり見えるようになるらしいけれど、そうするとこうあらゆる世界これ映ってるんですよ、その時にね、もうすでに。だけど赤ちゃんの手前全て見ていながら、あのまだまとまっていないからね、そのまとまっていないのに、その同じようなものがこうまたこう現れるじゃない。そしてそれと同時に親がですね、その、言葉を教える。それで結局あの朝見た顔がまたお昼にも現れ、晩にも現れって言ってね、それでそれがまあまあって言うね、あのそれでママっていう言葉を覚えると同時に、これがママの顔を一つまとまるじゃない。これを抽象したの、具体的な生命の実物からですね、そういうふうに抽象することができるようになった。そしてママっていうパイパイって言うようになってくる。でだから言葉と、それ親が言葉を教えなきゃダメだ。言葉を教えない、この頃のお母さんでもう産んどいて面倒くさいもんだから放ってあるという子供がいたら、これもう成長 しないもん、言葉を覚えない。言葉とともにそのものの抽象することができて、そのものをこうまとまっていくんですね。そしてワンワンとかの自動車とかでね、ニャンニャンっていちいちいろんな言葉をだんだん覚えていく。で男の子女の子って、でもどうしてもあのお母さんあのこうおちんちんついてないのか、うちの前の子を壊せる、あのお母さんのあのあれはお尻と同じだって言ってあの前のタッチャーがついてたけど、前のって言うなあの結局ね、男と女とっていうのはだんだん分かってくる。
それから人っていうのは概念もできてくるわけですね。そうすると自分っていうのもまたまとまってきて、自分は人間の一人だと、このそういうふうにまとまってくるんだ。で日本人の一人だ。で日本語で掴むあらゆる存在をね。それだからこれがね、いわゆる人類分の1、あるいは日本人分の1っていうとしての自分を自覚するようになるわけです。これがまあ普通、その物心がついて だんだんその一人前の 人間として成長してきた、こういうことだね。だから、ね、結局の話は人類分の1、あるいは日本人分の1ってね、そういうふうに出来上がっちゃう。そしてその実物の方は忘れちゃうんだね。今度抽象してあらゆる、あのこれはお母さん、これはおっぱい、これはワンワン、これは自動車って、こういうふうにこうね掴むでしょ。そういう掴む方ばっかり一生懸命になる。そして実物、生命の実物はもうすっかり忘れちゃうんだね。ところが仏教の話はそうでない、生命の実物の話、そういうことですね。そうするとそういう抽象した言葉の世界は生命の実物じゃないかというと、そうでない。その大体そういう抽象してこうまとめて掴むというね、概念する、とその力も生命の実物なんだ。そこが難しいとこね。その、ただこっちはそのこう、そうやって抽象的に概念を掴むという、そういうあの普通の世界、それに対してあの生命の実物は言葉で言えない世界、こう話が簡単に決まっちゃうならいい、話は分かりんだ。ところがそうじゃないんだ。そのこうやって抽象的にものをつかむっていうことさえも、これ生命の実物なんだからね。そういうひっくるめた世界だから、ちょっと話がそう簡単でない。だからあのそれはいわく言いがたしじゃん仏法とはのいわく言い難しだって、それも間違いない。しかしながらそれだけだったら間違い、またね、事実掴むっていう言葉も仏法でなきゃならない。そこでね、なかなか難しい。でまたいつも言うように、この今このコップっていうのね、いつも言うけど、コップって同じコップを見てると思ってんだよ我々ね。しかしながら決して同じコップ見てんじゃなくて、私は私のその網膜に映った、この私の角度、私の視力って、そのものから見てるんだし、あなた方これだけの人がいるけど、みんな別の、このコップをみんな別の見方してるわけです。角度が違うんだから、それから視力も違うんだ。だから生命の実物としては全く違ったものを見てるわけです。それにもかかわらず我々同じコップを見てるって、これはだから今言った抽象した、あの抽象してコップとこういう言ってるわけです。それだけが通じてるんですね。だから本当は生命の実物から言えば全く違う、コップ一つでもそうなんだ。そうすると、いやコップも違うね、私が見てるのと皆さんが見てるのと違う、それからこのこうやってあの天井を見ても違う、天井みんなを総選寺の天井って言ってね、こう 見るとしても、これ皆さんみんな違うんだ。で、あらゆるものがこの松の木って言ってもみんな違う。そうすると何のことはない。
どこで一緒になってんだ全くね、違った世界に住んでんじゃない。それで私は私だけが生きる世界を持って生まれてきてるんです。で、あなたはあなただけの生きる世界を持って生きてる。それをざっとね、その同じ世界に生きてるってみんな思い込んでんだ。それで通じてるって言ったって、どれほど通じてんだか本当はわからない。いや、こうやって今人、私が喋ってる、そうすると私の言葉を皆さんが聞いてる、いかにも通じてるみたいな。どれほど通じてるんだかそれは分からない。そのどれほど通じてるんだろうって言って、それで科学的に検査しますって言って、まあ、この頃前日はもうすぐ科学とかコンピューターが好きだから、こう持ち出してさ、脳波取ってってやって、それで計算してみても、でその、あれですね、データを出して、その測定してみても、その測定したものが今のあなたの実物とどれほどで一致してるかって、これは全く決められない。というのは今見てるっていうのはね、実物は刻々と流れてる。おかしくてしょうがないのは、自然科学っていうやつは、科学っていうのはね、これは同じ条件に置くと同じことが繰り返しが効くって思ってる世界。例えばここに一つのものが、これに対してこれだけの力を加えるとこれだけ動く。それは何遍繰り返しても条件さえ同じなら同じだけ動くって、これ繰り返しが何遍でも効くと思ってる。そういう前提のもとに、そしてまた見てる方でも、この主観、客観的にもそうだし、また見てるのも主観っていうのね、この測定者そのものも決まってるって、一定してるんだと、こう前提して言ってる話が科学、自然科学の世界です。ところが本当の生命の実物から言ったらね、二度と同じことは起こらない。そこなんだ。そりゃそうでしょ。例えばこれ春夏秋冬、春夏秋冬って毎年同じように繰り返してると、こうみんな思ってる。ところがそれじゃあ繰り返されてんなら、毎年同じことが起こってるか、決してそうじゃない。何年何月何日っていうね、何月何日って言ったら毎年同じ曜日かというと、そうでなし、全くいつも違ってるでしょ。今年はバカに暑い夏だったって、今年はバカに寒い夏だったって、まあいろいろある。それで今年はもう本当に標準型の、平均したその標準型の夏だったってことはないんだ。そういう日があったとしたら、そういう年があったとしたら、かえってそらばかり特別な年だった。そういうふうにね、しかしながら全体から見たら春夏秋冬っていうのね、ちゃんと同じように繰り返されてる。ざっと大雑把に見りゃ、だから同じことが繰り返されてるんですよ。ところが細かく見りゃ絶対に同じことは繰り返されていないってことですね。ところがだからね、自然科学ってのは精密なその学問だと思ってるのが雑把な頭だ。自然科学ってのはね、大雑把なね話なんだっていうことをよく知らない。で、ああいうその大雑把なものでもって生命のことはとてもわからないとこういうことがよくわかる。脳波取ってどうだこうだって、そんなね
簡単なもんじゃないんだ。で、今生命の実物っていうのは本当に微妙で、でもその時ギリのもので、で、その全く、生きてるんだからね、こっこのもので。ところが今言うように自然科学部をそれじゃ考え出したのもやっぱり生命の実物なんだからね。自然科学は生命から外れたものとこうは言えない。自然科学を考えるのも人間生命の実物なんだ。そういう意味で考えるとね、その、本当に本当の生命ってことを考えるというのはなかなか難しくなってくるね。で、それで結局今大病心論が言うのは、至上心とは一切世間出世間の法を接すという、この科学的な大雑把な考え方も微妙な考え方も、これもう全部ひっくるめたもんだと、こういうこと、抽象された世界も抽象を超えた世界もひっくるめたものが生命ですね。そういうものが至上心である、そして法である、大で魔化っていうんですね。それでこれ諸仏至上平等の自称ともいう魔化のことをね。だから普通の考え方をしているのはいつでも人一歳分の1の、こういう考え方普通の人はやってるわけだ。ところが今あの仏法の魔化っていう時には人一歳分の人一歳、こういうそれが法であり一心である、それから魔化、そう考えなきゃ。ところがこれこの人一歳ってね、人一歳分の人一歳って、これはまあ数学で言ってもこれ人一歳分の人一歳っていうのは1だ、こういう1にこう訳することできるじゃない。ところがこれは1だって言ってコロッとこういう、これこういう1とは違うわけが違うんだ、この1っていうのはね。そのありてあらゆるものってね、もうべったり人一切となると、そうするとそれが全く無常そのものなんです。それで固定して絶対に固定したものはない。だから一もまた守ることなかれっていうけど、これ一っていうのをね簡単に、だからキリスト教の神様が一神教ってよく言うけど、その一神神様が一つって人お一方って言ってね言うのは、あれは見当が違う。神は一であると同時にありてあるものだ。出エジプト記にね、神様が我はありてあるものなりっていうのが出てきますがね、出エジプト記っていう旧約聖書だから、一であると同時にありてあるもの、これがキリスト教の神様だ。一であると同時にありてあるものっていう、一切であるっていうのね、そういうのを仏教では一即一切、一切即一って。だから何、キリスト教の神様とね仏教の一即一切、一切即一っていうその法、別物じゃないんだ。それを
キリスト教は一神教、仏教は半神教って言ってね、簡単に言う学者が多いんじゃない。あれは頭が雑白だから。いや、まあ学者ってのは頭が雑白だね。あの、何に限らず。ところが一足一歳、一歳足一中、このあらゆるものべったり一、こうなると全てが今言うように無常なの。ところが無常ってまた決まってんなら、今無常っていうのが決まってんなら無常ってこういう言葉で言っている。ほら、その無常がまた無常するんだから、それで困るんだね。いや、よくね、私があの女房二人亡くしたもんね、若い子。二人の女房を亡くした挙句にはもう全ての女の美しい女の人の顔を見てももう死に顔と二重写しになってたね。この美しい女の人の顔を見ても何ともその色気が起こんなかった。ああ、俺も無常感が相当進んだと思ったね。ところが残念ながらその無常感がまた無常するんだ。困ったね。この無常、あのまんま無常感が無常してた今頃私は成人になってんだけど、ちゃんと無常が無常しちゃった。そこで来るんだ。その一切の無常が無常するがゆえに来るって言うんですね。でこれ、それがまあ、般若の空っていうのはそういうことだ。だけどこの話はまたこの本文に入ってからその空の話を始めるとして、でまあ今はそのマカの話以上だね。それからその次は般若です。般若っていうのはね、大体知恵っていう、この知恵っていうのは知と絵と、大体仏教としては本来違うんですね。この知っていうのは決断の義って、このそれから絵は感覚の儀、これがまあ仏教の根本的定義ですね。いや、このキリスト教でもね、中世のあのカトリックの教義の中でみんなあのキリスト教の概念は定義が出来上がってる。それと同じように仏教の概念はあのクシャロンの中にほとんども定義が決まってるんです。でそれを見ると、知とは決断の義、それから絵とは感覚の義。この感覚っていう、感覚っていうのは選ぶっていう、感も覚も選ぶっていう、そのあれかこれかって選択してですね、でより良い方を選ぶ、これが感覚だ。あのまああのなんか物を買おうっていうのも、あのこれかあれかって言ってね、そしてより良い方を買う、こういうね、そういうのは覚、感覚です。で つまりこれはまあ信者の一つっていうこと、この心理作用、一つの心理作用。それに対して知っていうのはいい方を、今度事実を選ぶって言ってね、その決断して取るっていうね、決断する、それはだから絵の作用だ。でそういえばね、我々はいつでもね、右か左か
いいか悪いか好きか嫌いかってね、何かいつでもこう選んで、そしてこうあれかこれかですね、こう見分けて、そしてどっちかを取っていくんですね。これそれの連続だ、毎日我々の生きてるってことは。おいで時々、いや私はもう惰性で生きてるっていう人がいるわけだね。これ惰性で生きるってことをまたちゃんと選び取ったんだ。もうちょっと目覚まして、まあ、はっきりさせてこう選ぶっていうんじゃなくて、いつでも私は、まあ、居眠りしたようなあれで、まあ、ざっと惰性で生きてますっていう、その惰性で生きるっていう方はその人は取った。そうするとその取った限りは今すぐその結果が出てこないにしても、必ずいつかまとまってその結果が出てくるじゃない。だからね、あれかこれかどっちを選ぶかっていうことはよく考えてみると人生にとって非常な、まあ、重大問題なんだね。で何もこの不動産をこの新しいこの頃の人はまあ家建てることばっかり考えてるけど、この不動産を買おうか買うまいかってね、あれ下手あれしたら一生にただ一度の買い物っていうの、それ失敗して不動産屋にごまかされた、もう何もなくなったっていう人がよくいるけど、そういうその選び方したらダメなんだからね。だから本当はもうあれかこれかっていうのはいつも精一杯に選ばなきゃいけないんだと、こういうことだ。ところがそれじゃあもう俺は右か左かそのどうするかっていちいちもうあんまり考えすぎるとこれノイローゼになるからね。俺なんノイローゼの方を選び取っても困るということで、そうするとその辺が難しいね。それでまあこれはいわゆるの世間的な知恵としてもそう、ところがこの今知恵っていう前ね、そういう世間的な知恵じゃなくて科学的知恵でもない、仏法としての知恵っていうのがこれ般若だからね。仏法としての般若っていうのはどういうのかっていう、本当に今言った今度マガが働き出すわけだ。マガというのがその根本、今言うこの法と義っていう、これ大乗金論の場合だ、これだね、大マガマカエ、これのこのに乗っかってあれするのが大乗だった。それと同じようにマガっていうのに乗っかってそのどれを取るかっていうね、そういう選択をして生きるとなると、そこに般若ということだ。何から何までべったり人一切生命、我々その観点から全てを選ぶと。押すとちょこちょこ頭を働かして、あどうしようかこうしようかってね、それだからノイローゼになっちゃう。そうじゃない、その一切自分の頭の問題じゃなくて人一切生命っていう観点から、それから選ぶ、それが人一切生命の自己で働く、これが判断。だからそこでまた人一切生命なんだ、どうせ俺は人一切生命で、どっちへどう転んでも自己が生命を生きてんだ、だからぼーっとして言われて、それそういうそのそういうんでぼーっとして自称分別なしって、これは般若じゃない。俺な難しいね、何から何まで自己の生命っていう観点から選び取るっていう、選び取って働くっていう、それが般若。どっちどう転んでも自己切りの自己で、自己なんで
どっちでもいいんだ、だからぼーっとしてるって、それじゃあ般若になる。どっちどう転んでも自己切りの自己なんだ。しかしながら狙うところは 狙い場所があるっていうことだ。いや時々私話すけど、本当にあったことかなかったことか知らないけど、お茶の利休さんがね、柱のところにこうあれを茶びしゃくをかける、その釘を一つ柱に打ちたい、それで大工さん呼んできた。そしてバラバラだったらすぐカン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 ってこうどこかにいかがに打っちゃうよ。ところがね、利休さんなんかはそんなざっとしたことはしないんだね。どこがいいかって、それで大工さんに、ね、この辺こうやって、あ、この辺ですか、この辺ですかって大工さんが聞いてて、あ、そのそこって言って言ったもんだから大工さんがちょっとこうつけたんだね。そしてところがちょこっとつけて、あんまりなんだかんだって言ってたもんだから話が別口になっちゃって、なんだまた話してて、さて釘打とうと思ったら、そのちょこっとつけた跡がなお分からなくなっちゃった。さあ大変。それでまた利休がこっちいて、あそこそこって言って、あもうちょっとこっちってやって、あそこって言ったところをこう見たら、前につけたちょこっとしたところがあったっちゃう。そうしてみると、いや、どこへ打ってもいい、その柱などの釘どこでも打てるんだ。だけどこの柱にとってどうしてもなきゃならないという狙いはたった一つしかないというねことらしいんだね。いや、これどうせおとぎ話と思うけどね話としては面白いで、結局、そういう何から何、どっちへどう転んでもいいところ、沢木老師が言ってたね、東西南北どっちへどう転んでもいいって、それはどっちにどう転んでもいい、だから自己切りの自己だからね。そうすると安心がそこにある。安心っていうことは、安心っていうことはそこだ、ね、どっちにどう転んでもいいんだ。ところが安心だけじゃ困る、安心の中になければならない、そういう狙いが、そこが般若。それだから新人名にはね、シード無難シード無難唯見賢弱ってありますね。そのシードは本当の道っていうのは別にそう難しいところじゃない、ただ賢弱を嫌うって、あれだこれだってこう頭働かすことね、それだけを嫌うって、この嫌うってね、嫌うっていう選択なんだね。そこが知恵だ。我々頭働かせるから、下手な考え休むに似たりっていうけどね、あれ下手な考えやってるからどうせろくなことはない。そうじゃないんですよ。下手な考えやめて生き生きした生命っていう地盤で、その一方を選びとく、こういうことね。だから般若の知恵っていうのは、頭によって働くかすんじゃなくて、人一切生命として働くってこと。全邪性分別をちゃんと生き生きと選択するってことですね。それが般若だね。だからマカが本当に活動する。
それから原光っていうのはね、原光っていうのはどっていう、あの原光をっていうのは盆語なんでしょ。それを訳すとど、それからどどむごくどむごくっていうのかな。それから自故郷、こういうような訳せはこういうことだ。つまりね、これ沢木老師が行き着くところに行き着いたことっていうのよね、 ああいう日本がいいね、結局行き着くところに行き着いたこと、お彼岸の、まあもうお彼岸が近いんだけれど、要するに原光っていうのこっちの迷いのこの志願からだね、悟りの彼岸へ渡るという、そのこのどっていうのはさんずいつけた渡ると同じだもんね。でその本当に果てのないその至極のところへその渡るという、要するにこの時刻表というのは行き着くところへ行き着くことだ。でつまりね人一切生命としての自己、どっちどう転んでも私の生命だ、この自己切りの自己の生命 この完結すること、行き着くとこ行き着いたことね、まあ私が完結っていう言うけれど、要するによ自己は自己として完結することだ、他との兼ね合いじゃないんだ、俺は俺だけの世界を生きるっていう。だから例えば伏せ原光っていう、俺人に物をやるっていうことが伏せじゃないんだ、どうせ自己切りの自己だからね、目の前にいるあなたも私の分身なんだ。そうするとあなたが何か不自由しているもの、私が余っているもの、そしたらこれどうせこう私有物っていうのはないんだからね、これ自己切りの自己なんだからね、だからちょっと移動させる、それが伏せ払うんです。それで結局自己切りの自己として完結してるんだ。だから人一切自己っていう限りは個人持ちなしだ、個人持ちっていうね、これが私のって言って、さこの財布持ってて、この俺のものはこれってこうね持ってるな、伏せにならない、俺どうせこれ開けっぱなしで、そしてあなたと私とって言ってぶっ続きで、そしてあなたのお役に立つんだったら言うんで、それで伏せだね。でそういう意味で自己が自己として完結するというこ、それが伏せ払うんですね。それからその次また例えば次回払うんです、とこのここにも今出てますね、その六枚の般若ありと伏せ上界安忍精進行力般若なりと、その上界っていうのはね、これ次回払うんです。これの場合も仏さんがお決めになったところの戒律をちゃんと守るということによって人一切自己、人一切生命としての自己が完結する。だから戒律を守ったからって言って、俺は戒律守ったぞ、お前は何だ、そういうようなあれは破壊っていうのはね、紹介の層も足らず邪念の心もなきって、これが次回の層と説くってね、あるけれど、この俺が戒律保ったぞっていう、そういう顔はもしない、当たり前の
自分の生命が自分の生命まっすぐ生きると、そこに本当の戒律が守られてる、そういうのがね、理解あるんですよ。そういうんで自己切りの人災事故が完結するんだからね。それからその次ニンニクハラミツっていうね、これは杏仁ハラミツでも、この俺はこのね、ニンニクってことは辛抱するってことだけど、俺は辛抱してやってんぞってね、もう辛抱してやったけど、もうかんもうかんにならんバーンって爆発するするっていうの、そんなのがあのあれだ、あのニンニクに入らない、他との兼ね合いだともう爆発せざるを得ないっていう頂点が来る。そうじゃない、その自己切りの事故、どっちどう転んでも自己切りの事故で、稲葉の源座さんが辛抱する種がないだがやって言って